いじめは正義だから悪を懲らしめてるんだぞ。そんな風に子供に教えたのは僕らなんだよ。VS 大人の正解、正解のバトル。テレビで子供らに教える、誰が間違ってるか。正義のヒーローは悪党を倒すものだと子供はテレビを見て思う。悪は滅ぼさなきゃね。もし僕が正しくて君らが間違いなら、僕らは戦う運命にあるの。僕らはいつも答えで戦うけど、二つあって初めて答えなんだよ。の天使の世界であちらが正しいとか、こちらが間違ってるとかわからないんだ。悪魔と天使、僕らがどちらなのかなんてさ、わかるはずもなければわかりたくもない。正義が支配する最悪な世界では、マジョリティこそが正しいとみんな間違えてる。正義を生み出した神様、聞こえてますか。あんなものを生み出したからみんな争うんだよ。悪は自分の中にいるんだと、世界のせいにしちゃダメだと僕はそう思ったんだ。何かを変えるってことは自分自身を変えるということとほんと同じなんだよ。僕らが変わるということは世界を変えるということと、ほとんど同じなんだよ。悪魔と天使の世界で、こちらが正しいとかあちらが間違ってるとかわからないんだ。賛成と反対を主張するだけじゃ答えじゃないんだ。否定を否定する。